スより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日はセインズベリーズで買い物をしてきましたので、購入品を紹介したいと思います。はい、こちらフェアトレードのバナナ8本入り1ポンド35です。なんかね、グリーンのバナナしか売ってない時があるんですね、イギリス。黄色いバナナのどこみたいな、もう全部、もうすごいバナナのセクション大きいんですけど、その中で1個も黄色いのが売ってなかったので、しょうがなくこれを買ってきました。あとみかんです。イージーピーラー、日本のみかんと違って味が濃いタイプで、一回これに慣れてしまうと、なんかさつまっていうのが日本のオレンジなんですけど、そっちを食べると味がしなくって、なんかしもっとこっちは甘くって酸っぱくて、こうパンチのある味なんですね。なのでこれを買っています。こちらはワンネット1ポンド30。はい、こちらはパンです。ファームハウスサンドイッチブレッド、これが1袋1ポンド35です。はい、ステーキ肉、取れちゃった。ステーキ肉2枚、同じやつですね。で、これなんかソースがねついてくるんですけど、使わないですね。ガーリックバターついてるけど美味しいのかな。で、今回はこれであのベトナム料理を作ろうと思って買ってきたので、このこれは使わないと思うんですけど、1つ6ポンドだから2つで12ポンドです。牛肉は高いですね。はい、ベーコン、この J. ジェームスっていうブランドは悪くないんですけど、すごく安くって1ポンド25で、ベーコンが何枚入ってる ?8 枚ぐらい入ってます。はい、これはいい、 お買い得、すごい。はい、こちら白チョイが全部リデュースになっていて、1個 69p だったので2つ買いました。ね、生姜とね、ニンニクと普通に塩味で炒めるのがすごい好きです、ごま油と。はい、それからテンダーステムブロッコリー、これはこの茎の部分も食べれるブロッコリーで、このまんまあのね、鉄のフライパンで炒めてカラッと仕上げて、あの炒め物にして食べます。美味しいです、すごい。はい、そして見てください、柿です。なんかシャロンフルーツって書いてありますけど、いろんなスーパーマーケットで柿って言って売ってある時もありますね。シャロンフルーツっていうのがあの正式名になってるんですかね。あの英語ではパーシモンズっていうんですね、本当は。シャロンフルーツって新たな、 なんか名前ができたみたいです。これは3つ入りで1ポンドでした。はい、たまに食べたくなるこのインチキソーセージ、切ってなんかタコさんウインナーとかにしてお弁当に入れてもいいし、あのホットドッグにしてもいいし、たまに買いますね。1ポンド30でした。はい、こちらはこのさっきのベーコンと同じ自社ブランドです、セインズベリーズの。これがこんだけ入って、ハムね 400g も入って、これが2ポンド安いですよね。はい、ジャムです。いつもはあの砂糖抜きのジャムとか買ってるんですけど、ボンヌママンとか買うこと多いんですけど、これがオファーになってたので買ってみました。なんかパッケージもちょっとチープで逆に可愛いみたいな、1ポンドのジャムです。はい、牛乳です。ホールミルクが4パイント入りで、これがねやっぱ値上がりしてて1ポンド60ぐらいしました。本当にね、11年前は98ピーとかだったんですけどね。はい、
そして今ねお醤油を切らしていて、日本のお醤油をオンラインで買ったところだったんですけど、このお醤油がちょっと気になりまして、中華料理を作るときはやっぱり中国の醤油の方が美味しく仕上がることが多いので、チャーハンとかに使おうかなと思って中国のダークソイソースを買いました。結構美味しいんです、ここのリーキムリー の, あのブランド安心だし。でこちらが2ポンドでした。これと同じシリーズでダークソイソースとライトソイソースとあるんですけど、ダークの方は特にその味が濃いってわけじゃなくて色が濃い、結構カラメルが入ってるのか濃いって感じですね。塩っ気に関しては別にダークだからって濃いってことはないです。味見してみると逆に薄い色の方が塩っ気があると思います。はい、こちらあの視聴者様の中で、あのセインズベリーの自社ブランドの洗濯のタブレットいいよっておすすめしていただいたので買ってみました。楽しみです、使うのが。でなんか自社ブランド結構なんかあのバカにならないなと思って、バカにできないなと思って、だからこれもちょっとどうなのかなと思って買ってみました。食器洗いの洗剤です。しかもなんかチェリーブロッサムってなんか可愛かったんで買ってみました。 50p でした。でね、あのセインズベリーに行くとついつい買ってしまう大福です。1個101ポンド50、2つで3ポンドです。はい、こちら普通のサラダトマトですね。これが 87p。ちょっとねベトナム料理で使うのでライムを買いました。1個 18p でした。はい、キャットフード、いつも与えているこのナチュラリーのアイアムズ、すごい高いんですね。普段5ポンドとか6ポンドとかするんですけど、なんとリデュースで3ポンド84になっていたのですかさずゲットしました。はい、そしてポルパのトマト缶です。こちらが1つ1ポンド35、2つ買いました。はい、こちらムッティのトマト缶、こちらがオファーになっていて 98p だったので4つ買いました。あのトマト缶としてはもちろん高いのは分かってるんですけど、あのピザを作るときにナポリピザのトッピングのトマトってトマト缶使うんですね。煮込んだりしてトマトソースを作るわけではなくって、トマト缶のトマトを水切りしてぐちゃぐちゃってやって乗っけるんですね。それをやるときにはやっぱりこういうあのちゃんとしたイタリアのやつを使うととっても美味しくできるので、あのストックするといいと思います。普段使いにはちょっともったいないんでね。これを4つ買いました。あと卵ですね。卵はこの12個入りのフリーレンジで、こちらもセインズベリーズブランドで、あの L サイズを買いました。これが2ポンド35、こちらも L サイズ2つ買いました。あの最近ミックスサイズって言って、中に向こうが勝手にいろんなサイズを入れてあるものとかも売ってるんですけど、開けてみるとすっごいちっちゃくて軽いとか、あの本当持つと全然この2分の1の重さぐらいしかなかったりとかする時があるから、だったらちょっとぐらい高くても L サイズを買った方がいいなと思って買ってます。はい、今日はこんな感じで結構たくさん買いましたよ。ほら、はい、こんな感じでね。はいはい、ということで皆さん今日結構たくさん買ったと思います。ここに映ってないんだけど猫の砂とかも買ったから、結構な量を買ったにもかかわらず合計金額は46ポンド26でした。しかも6ポンドのクーポンを使ったので54ポンド26が48ポンド26になったってことで、あのイギリス感覚だと4800円ぐらいの感覚なので、非常にあのお安くいい買い物ができました。あのセインズベリーの
ネクターポイントに入っておくと、ネクターポイントって会員証みたいになってポイントがたまるやつね、それを持っておくと、そう送られてくるんですね、毎月クーポンが。でしかもネクターポイントがたまって、でそのネクターポイントがアビオスっていうポイントに変換できるようになったんですよ。なので、うちはもうセインズベリーがメインになってますね、最近。はい、ということで今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。